4月16日日曜日、今日はですね、鹿児島ユナイテッド FC 戦です。今から白波スタジアムに向かおうということで、朝7時ぐらいかな、家を出発して向かっているというところでございます。今年もですね、お父さんと一緒に行きたいと思います。前回お父さんとのレーブ2人のアウェー旅だったんですけど、みたいなコメントにくださいとか言ったんですか。なんかいいよね、結構今日もまあ旅行というかね、ちょっと息抜きも兼ねて、今シーズン初かな、アウェー応援行きたいと思います。10分ぐらいかかるかな。まあいろいろ動画回していきたいと思います並んでます。今日は美味しいわな。ということで、もう辺りもすっかり暗くなってきまして、まあ、自宅付近まで帰り着いた、ですけれども、まあ、今回は日帰り弾丸鹿児島遠征、まあ、悔しい結果とはなりましたけど、
収穫もいろいろあったのかなと思うので、まあ、今日の試合の振り返りだったりっていうのはまた木曜日のテゲバレイディオでね、皆さんと一緒にできたらいいなと思います。アウェイに応援行った皆さん、そしてダゾーンとかでね応援してた皆さん、今日本当にお疲れ様でした。選手の皆さんもお疲れ様でした。次のアウェイ旅はきっと九州からまた動画回していきたいと思うので、その際はぜひご覧ください。バイバイ。